扇風機壊れましてね、あの足のないやつ、サーキュレーターでもない首だけの扇風機が僕の仕事部屋にあって、ちょっとギター弾こうかなと思って、今日もずっと今もう多分4時間ぐらいからやってるんですよ。もうやめよう、もっと簡単なのにしたいのに。で、何回ピアノギター弾いてもなんか下手くそやなと思って、ギター持ってよもう一回弾こうかなと思って、シールドが絡まって立ったら、ちょっと台の上に乗せてる扇風機がブルブルブルって落ちて。扇風機ってさ、経験あるみんな、ないと思うけど、あの首だけの扇風機こけたりしたらえらいことなるで、知ってる？ブル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 ってなんで、あの回っとるからね、あいつら回っとるから、あの羽がクルルルブルブルブルって。そうなるともうちょっと止めなあかんけど、ちょっとおもろむくもなってきてね。でも扇風機仕事ではこれしかないし、めっちゃボロいんやけど、壊れてもだわ、ほんまもう腹立つわ。最後にちょっとそのボロボロやねん、もうホコリもかぶって、無人島で発見されたみたいな扇風機があるんやけど、それちょっと最後にちょっと出そうガス、いやでもな、汚いからな、羽一個飛んでバババババーって、もうその時点で何にもやる気なくなったんやけどね。私やめようかな思って、もうちょっと出ていかなか、時間がないから、もう飯も食えへんし。ああ、まあこれ今日よ、今6月15日ですよ。もうほんと、もう聞いてくれる人も増えへんし、もうええか、はあ、もうということで、でもな、もうここまでやったな、もうちょっと頑張って、せめてこう久しぶりにね、この YouTube で見た人がまた次に せめて僕のライブに来ていただけるように、6月のね、まだあんまりちゃんと言えへんねんけど、6月の26と27か、25と26、次の次の土日、なんかレストランで歌ってくださいみたいなこと言われてね、多分歌いに行くんですけど、まあ、それも決まったら、またね、緊急なんでね、26、27か、土日、土曜日は夜、27は昼間に、なんか40分ぐらい、1時間弱ぐらいのライブやりませんかっていうことで、全然千葉なんですよ、千葉。ちょっとこれ聞いてる人で千葉来てくれる？来てほしいな。配信したろか。あかんか、前は。そんなこともあるんで、それと7月のね、16、17と、はい、ありますので、16、17と、ピアノディオ、これね、秋田真嗣と、ホモですからね、僕ら。これ別に差別じゃないよね。まあ、ええわ。そんな炎上もせえへんやろけど。はい。あ、そうや、昨日もさ、あの雨上がりを聞き、雨上がり消したいちゃうよ。宮迫じゃないですけど、あの、雨上がりっていう歌、僕の歌をね、バックに喋って、もう、昨日はもう歌なしで行こうと思ったら、やったらさ、またやで、喋ったトークの時間と雨上がりの歌の時間、ほぼ一緒。俺も天才ちゃうかな。NHK 就職しようとよかった。まあ、そういうことで。で、今日はまあこのラジオ、ラジオトーク風楽曲、俺3回目なので、ちょっとギターと歌で、最初に、そのもう30年ぐらい前、もっとか、35、6年前か、じゃそこまでいかない、31年前ぐらいに、ラジオ初めて、種浦正夫、冠でもないか、俺の名前ついてなかったか、まあ、初めてあのメインをやった時の、1回目に歌った歌を、ここでちょっと、ギターと歌で、歌って録音してみましたので、はい、もう一番簡単なのはもう iPhone で録音だよねんな。だって録音とかしたら失敗したらもう一回歌おうと思うやん。こだわったら終わらんよなんねんな。ということで、はい、7月16、17、来てください。あと6月26、27も決まればお知らせします。どっかで見に来ていただいて、 あと手紙作戦ね、手紙書く、みんな書こうかなって書いてくれたの一人だけやったから、どうしようこれやって一人ぐらいやったら寂しいもんね。まあええわ、まあ なんとこうふわふわっとしながら続けていこうかなと思いますんで。腹立つわ、扇風機壊れた、バラバラって。
この部屋にいてくれたのに、君がこの部屋を出て行ってから雪のように白く思い出は積もる。君がこの部屋を出て行ってからため息の色まで変わったよ。疲れ切った僕は信じるもの何もなくて自分しか見えない日々を過ごしてた。悟らせたけど君が乗ったバスが見えなくなるまでずっと手を振っていたよ。君が乗ったバスが見えなくなるまでずっと手を振っていたよ。普通の恋がしたかったわ君が最後に言った言葉、その泣き疲れた僕は一人の部屋の中で君の明日を祈っていた。君が乗ったバスを追いかけられずにただ佇む僕を許しておくれ。君が乗ったバスを追いかけられずにただ佇む僕を許しておくれ。